ぜ、お弁当食べるぜ。お弁当チンしてくるわ。わあ、美味しそう。なんかヘルシー。よいしょ。あ、ご飯冷たいままでいいんだけどな。具材を、あ、待って、箸忘れたかも。これ箸ついてない系じゃね、まさかの。あ、お味はジュレだ。いいんじゃない？あっつ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 い。机遠い。ミスった。いない。ドコン袋。わー、美味しそう。いや、鰹節。これ何？中濃ソース。あっつ、中濃ソースが熱々になってるかな。やばい、白い服やから、これもうつけたら終わりやで、ほんまに。きゃー、おいしそう。ほい、いただきます。というわけで今日は僕の太陽公園生誕祭だったんですけど、見てくださった皆さん、来てくださった皆さん、本当にありがとうございます。え、これおかかさ、かつお節はいいんやけどさ、醤油とかついとったら最高やのな。やばい、口の水分持ってかれるやつこれ。鮭。うん、醤油欲しい。これ絶対醤油かけたらええな。ちょっと醤油かけてくるわ。おかかって醤油かかってるよな、普通。かかってないっけ。醤油ご飯って美味しいから。今日は本当にありがとうございました。皆さん来てくれて。コールがすごかったね。やっぱり期待してたよ私は。みんながすごい頑張るって言ってくれたから。美味しい。待って、米美味しい。本当に最高だった。コール
今日の髪型かわいい。なんか久しぶりにハーフツインにしたわ。壮行会でやるか生誕でやるか迷って、生誕でやってみたんだけど、正解だった？マジで。嬉しい。よかった。スピーチもめっちゃ良かった。本当にバカ長かったよな。なんか長いって後になって気づいた。でも8割方自分で何言ってんのかよく分かんなかったわ。あんな喋ったくせに。ははは。本当？聞いてるメンバーはかわいそうだったなと思ってふと振り返ってちょっと思った。確かに言いたいこと言えんのね。ほんと今だけだわ。だんだんそういうのもなくなってきそう。だって別にさ、なんかドラマとかもさないしさ、逆にさ壮行会なんて、あー落とした、落としたというか服は無事だったわ。
壮行会のさスピーチさ、それこそさ、ちょっともう一回週かけてきていい？なんて言うよね、めっちゃ喋ったんだけど、なんかもうちょっとさまとめて喋るかな。バク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 、お菓子も食べてご飯も食べて、ムチ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 太っていくわ本当に。やばい、かつお節がめっちゃひっついてる。ねっ、うん、めっちゃ美味しい。なんかさ、こんな忙しいのにさ全然痩せないんだけど、びっくり。本当に。素敵な日だったわ。でもさ、僕体覚えるんだったらさ、どっちにしてもめっちゃ早く覚えればよかったね。結局バタバタで覚えたんだったらさ、ハフツと衣装が合ってた？ほんと？うれぴー、基本舞台とコンサートかぶってたからさ、
ひゆかとの MC、うん、あ、そう、うん、うん、MC でさ、あの日向と のキティちゃんのケーキって言ってたじゃん。そう、あれ なんでなんだろうね、わかんないけど、そう、ちょっと写真見せてあげるわ、みんなに。ほら、これヨンチャイのお誕生日って書いてる。ヨンチャイのお誕生日だったんだわ。かわいいでしょ。ヨンチャイのユリナちゃん、うん、マミーがウンデマ見てアルバム写真送ってくれた。マジで、ほんとうちのマママジ仕事できすぎてしんどい。ほんとにうちもうママさいないとさ、ほんとにさつまらない女がもっとつまらない女。てか、ごちそうさまでした。てか本当にママがアイドルになるべき。もう多分ママがアイドルになったら絶対売れると思うね。もうめちゃくちゃファンの人のこと考えてるもん。ファンの人のこと考えすぎてても若干身を滅ぼしてるレベルにファンの人を考えてるのことを考えてるから。本当にマジでなんかそれこそあの今までもそうだった、ショールームの企画だったりとかもそうですし、他にもういっぱいあるのよマジで。正直もう言っちゃうもうキリがないんだが、あれリップどこ行った、あの今までの企画でさ、あの屋台のやつとかもさそうだしさ、屋台のやつもさすごいさ頑張って準備してさ、なんかさあんなにさやってるメンバー見たことないんだよね。うちなんかあんなにショールームでさガチでやってるメンバーいなくない？企画とかもやったりとかさめっちゃやって、もう最近全然やってないけどさ、
昔企画もやってさ、そうやってさ、めちゃくちゃやってたじゃん。そんなメンバーいないじゃん、マジで。え、でもさ、もしうちが今さ、十何期研究生で入ってさ、あれ同じようなことやってたらさ、多分もっと評価してもらえてたと思うよ。多分うちがやってた時がタイミングが悪くてあんまり評価に繋がんなかったけど、なんかでも今やったら全然めちゃくちゃすごいって言ってすごい評価してもらえそう。だし、なんか他に例えば最近とかだったら、それこそファンのイベントあったじゃん、壮行会、うちの壮行会、あれもなんかなんかあのみんなじゃないけどさ、手作りのキーホルダーのやつやったじゃん。なんかあれ本当はね、みんなに本当はしたかったんだけど、結局人数もさ何人かっていうのが、まあまあ私も自分も分かんなかった、何人来るっていうのか分かんなかったし、まあ、シンプルに材料がなくてね。でもなんかママがこれをプレゼント、こういうのさみたいな、どうみたいな、なんかいつも応援してくれてるファンの人だからみたいな、そうなんかこういうのさ作ったらどうみたいな感じでさ言ってくれてさ、でさなんかさ、でもさどうやって渡すのみたいになってさ、じゃあそういえばクイズやるけさ、そこの景品が なかったんよ、その景品をがなくて、なんかどうしますかみたいな感じで言っとったんよね、事務所の人と。でそれでさ、それにじゃあそれにしようってなって、結局16個だったかな、あれかなだったんですけど、え、普通にあれ自腹ですからね、言っとくけど、普通に実費だし、全然経費とかじゃないから、本当にファンの皆さんに感謝の気持ちを込めてっていう、なんか本当にその思いのものだし、普通にショールームの周年配信の時とかも結構こういろんなショールームの時にさ、デコったものとかさ、なんかそういうものとかも結構準備をねさせてもらうんだけどさ、そういうのも本当にママがいつもこうやってそのアイテム投げてくれたりとか、いつも配信ゲリラだけど見てくれるファンの皆さんになんか感謝、その全員はさすがに無理だし、なんか例えばいろいろあげられる人とかも、最初の頃はもういっぱいたくさんあげられてたから、いっぱいみんなにあげてたの、なんか缶バッジとミサンガとかいっぱい人数十何人とかあげてたんだけど、もうなんかランキングの何位までで何人までみたいなのがもう決まっちゃってて、そのここ数回のやつは。だからまあそのね、そういうのもあって、みんなにとかなんかそのランキングの人でとかっていう縛りがあって、なんかそれはみたいな、結構ファンの人とかにも言われたけど、でもなんか決まりがやっぱりどうしてもあったから、そうあげれる人の人数制限とかもあったからあれだったけど、でもあやなんかそのあれもね、本当にお気持ちで準備させてもらってて、そのいつもねファンの人が投げてくださるに比べたらね全然少ないですけど、まあそれがあの来るのも少ないですけど、あのね、そのっていうのもあってね、それですごいそう企画してくれたりとか、ショールームのやつでやったものをプレゼントとかしてたら、ファンの人もそれ見てたりとかしてたら嬉しいんじゃないみたいな感じで、結構いつもいろんなものを準備とかすごいしてくれるし、そうなの、そうだし、それこそ帽子さあまだみんなに届いてないかな。なんか自分が作った帽子もさ、その作ってほしいってお願いしたけどさ、なんか作れるか分かんなくて、なんか返答的にうんみたいな感じだったから、だったらもう先にプレゼンの資料としてみたいな、でもう作っちゃったらみたいな、先にみたいな、で作ってほしいですって言って、でももうこういう感じになるんですみたいなのを
発送通知来たよ、だっておおいいんじゃないみたいな。そうで、すごいファンの人も欲しいって言ってくれてたから、私とかも結構いいんじゃないかなって思ってたから、すごいこれねいいんじゃないって言われてたから、これがグッズ化される前にもう自分は結構前から作ってて、実はそうお願いしてて、でこれ1個で作ってあれしちゃったから結構高いの、1個で作ってたから高くて、そうそうなの、これちゃんとニューエラのやつで、そうね、だからね本当はグッズ化とかしてさ、あれだったもうちょっと早く本当はね、ことがもっと前に言ってたから、もっと本当は余裕持ってみんながもっとたくさんかぶれる場所を作ってあげたかったんだけど、まあちょっとそうもいかんかったんであれだったんですけど、これも先に作って、そうでもこれはなんか言っていいんかわかんないけど、この型代っていうのが結構高くて、その型代、これのここの刺繍のデザイン代っていうのかな、この型が型を作れば量産はできるんだけど、この型代一番最初にかかるお金が結構高くてっていうぐらい結構高かったの正直。そう町原ですけどこれ作ったの自腹ですけどね、普通にそう型代っていうのがあって、それが結構高かったけど、でもグッズ化されるっていうんで、このデザインのやつの権利も事務所にじゃあどうぞっていうので、シェア、権利シェアみたいな、そうそうなの、シェアして、なんか本当だったら型代プラスだったけど、うちがこの型の権利っていうのをいいよって言ったから型代分ちょっと安くついた、まあ高かったね、型代がね、あそうだし、それでねなんかね、これでこれ私初号なのね、んでこの初号のやつがちょっと隙間がねあるんだ、ちょっとさこう分かる、ちょっとさ隙間がさ空いてんの、これ一番最初に作った初号機なんだ、初号機じゃねえや初号なんですけど、この隙間があって、でこれの隙間をママがその刺繍屋さんの人に、なんかこれもうちょっとどうにかならないですかねって連絡してくれて、でなんかもうちょっとここの詰まってる、だからみんなのやつはもうちょっとここ詰まってると思う、そうそうなの、マジで4,5できつすぎてやばいんだけど、だからもうちょっとねママがお願いしてくれたから、多分みんなのも詰まってると思う、多分ね、わかんないけどどうなんだろう、多分詰まってると思う、お願いしてくれたからマミーが、そうマジでママ本当にアイドルになればいいと思う、絶対アイドルになったらもう絶対もうさ、ママだったらさマジで本当にフロントだよ絶対、なんならセンターいけるって、このママの気遣いというかサービス精神の塊、ママがメンバーだったらサービス精神の塊は多分 AKB で一番だと思うな、ユリナ的に。だってさ、ショールームでさこんな企画してる、いっぱい企画してるメンバーいないし、ショールームとかの配信とかでさ周年でやらせてもらってさ、こんなプレゼント、視聴者プレゼントしてる人もいないだろうしさやっぱりその他が絡むとやっぱりどうしても制限とか、やっぱりどうしてもそういうものがあるからね、ちょっと例えばその会のお値段が高いとかそういうのは、まあ
かいろいろと元の事情があるからうんってうちらも思うとこあるんだけど、でもどうしてもやっぱりその辺はね強く言えないところも多いんだけど、多分うちのママに全部いらっしゃるのも基本赤字になっちゃうのよ基本ね。サービス精神がちょっとすごすぎて、そうもう全然なんか普段の感謝やからみたいな、でもなんか全然自腹で何でもやるし、そうなのマジで。絶対もうその気遣いとかだけだと絶対一番になれると思う、マジマジいつも言うもんうち、ママがアイドルになればって言って本当にマジで有能すぎる本当。そうだからよくママにも怒られるんだから、うちの配信とか、うち結構もう本当割と人間味強い目な感じでやっちゃってるから、なんかそれをよくママにも怒られる、テーピローっていつもすいませんってお顔が無理ですママだって。そんなことないやろ、だってユリナのママやからな。今は無理やろさすがに、今はそら無理かもしらんけどなあ。そう、ユリナママにとパパに、うちどっちも似てない正直。あ、全然ママアイドルになろうとしてない人だよ、全然してない人、もうただサービス精神の塊で生きてるような人間だから。褒めても何も出ませんよ、だっていや何もいりません。そうママ&パパって感じかな、ゆりなの場合雰囲気すごいママだが、しかしパーツはパパみたいな、難しい。だから昔どっちに似とるって言われたらどっちにも似とらんって。ママチンは企画するのが好きなんだって、企画するの楽しいからやってるんだ、だってバイママ。いや本当にいいとこを本当に受け継いで生まれてきたなと本当に心底思います。別になんか自分の顔あんまり可愛いとか思ったことないし、あんまりその思わんけど、でも本当に確かに褒めてもらうことは多いね、顔面にしかり。顔面にしかりスタイルにしかり褒めてもらうことは確かにすごく嬉しい。手足長く産んでもらって Thank you って感じただ手足長すぎるとたまに全力で踊れないこともある、なぜなら横の人とぶつかるから、ガーンっつってちゃんと伸ばしたら詰まってる時だからあんまり全力で踊れないこと多いぶつかるんだもん隣の人に。そうでも本当にすごく嬉しい、そう言ってもらえて。ただ現代っ子には負けるけどね、現代っ子のやっぱスタイルはちょっと違いすぎて無理。そうえ、セリーが上がったらぶつかるよ、うちビバハリケーン雫公園の時ビバハリケーン手こんなんだったもん、
バーンやもん照明ちゃんと上げたら。こんなやだね。タンタンタントーンタンタントーンってやってたで。背が高いからねどうしても。当たっちゃうの。やばいもう23時だ。早く寝よ。早く寝ろ自分マジで。早く寝ろ。なんか話よく分かんなくなっちゃったけど、本当に今日の生誕祭総括ね、総括の話をすると、今日の待ってタワー誰、すっごいスルーしてたけどさ、これ誰、ちょっと待って僕が目を離していたうちに、ああない、待って、ああない、履歴にない、ああわかんない誰、自首ひでゆきさんだ、ひでゆきさんタワーありがとう、ごめん気づかなかったよ、ありがとう、ありがとうございます。まあ総括としたらね、本当に始まった瞬間ピンクだったし、すごいなんだコールもすごくて、私が初日の時もすごいコールすごかったんですよ。ででも今回は前回にも比べ物にならないぐらいより一層すごくて、本当に嬉しい意味で自分の歌が全然聞こえなかった、本当に。だからまあ音程外してたとしてもまあいっかって感じだったんですけど、本当にねすっごい大きくて、すっごいなんか皆さんの愛のでかさを感じて、マジのど飴舐めて、濡れマスクして、ちゃんと寝てくださいね今日は。本当にあ、ザックさんタワーありがとうございます、ありがとうありがとう、嬉しい。そうなんかもう本当にすんごかった、ありがとう。なんかやっぱり自分のその初日の時もすごいファンの人いらっしゃってくれてて、で18日も結構ファンの人いたのよ、結局すごいいないかなと思って心配してたんだけど全然いてくれてすごい嬉しくて、で今日も生誕だからめちゃくちゃファンの人がいて、なんかあんなに自分のファンの人がたくさんいるのやっぱ嬉しいなってすごく思ったし、最後こうやって僕隊覚えてこうやってたくさんの人が来てくれるのはすごく嬉しくて、まあ、僕隊覚えてよかったなってすっごい感じました。素敵なスタンドフラワーと、なんだっけあれ、なんだっけ横断幕と、あとフラッグと、すごくねたくさん、結構私もその生誕祭をいつするか本当マッチで際際まで分かんなくて、ファンの人になんか頼むけ教えてみたいな言われたけど、いやごめんやけど分からんのんよみたいな、別に隠すとわけじゃなくてみたいな、もう絶対隠すとわけとかやなくてもシンプルに分からんのんよみたいな、ごめんやけどみたいな。そうなんか出たいですってそのさんもさ行っちゃうからマレーシアにっていうのでさ、出たいです出たいですってどっかでお願いしますって言ったても、そのいつ僕隊があるかがまだ決まってなくてみたいな、ちょっとすいませんみたいな、うち何回か催促したの、結局生誕いつですかみたいな、でもなんかすいませんまだちょっと決まってなくて日程がみたいな、スケジュールがみたいな、おーみたいな、みたいな。だからさファンの人にも聞かれてもさ、なんかいや分からんのよみたいな、ね、さ、いや教えて教えてマジでみたいな、いや教えて教えてマジではこっちのセリフなんよみたいなって感じだって、でなんかもう僕隊っていうのは決まっとったけ、なんか僕隊か16人かだけ教えてって言われて、それは僕隊だよって教えてあげたんだけど、生誕のね
準備をするにあたって、それがなんか16人でやると思ってたっぽくて、だからその僕隊だったら、僕隊だと多分例えばさ、どこで何をするかとかっていうこのなんか瀬取りみたいなやつのやつが変わってくるじゃん。だからそれで僕隊だけって決まってたから、僕隊だよっていうのを教えてあげたけどさ、日にちはちょっとマジでわちもわからんかったっけさ、その聞かれたあのオンライン話し会の時とか聞かれたけどさ、仕込みわからんのよその時はって思っとってさ、あれだったんだけどさ、そうだけんさ、すごい本当その辺はね、もうちょっとバタバタさせちゃって申し訳ないなと思ったのと、もう本当に私もマレーシア行くにあたっても常にバタバタすぎて、なんかバタバタすぎてあんまよくわからんぐらいバタバタなので、本当にねこの短い期間でね用意してくださったりとかね、それに合わせてねあの皆さんもやってくださってすごく嬉しいなって本当に思いました。本当にね楽しい一日でしたね。やっぱり AKB 劇場っていいですね本当に。うん、やっぱり一番素敵だわ。なんかすごい劇場終わりとかさ、スタッフさんとかとさ、マレーシア行っちゃうからとか喋ってたりとかしたけどさ、マジで本当にさ、こうやってさずっと10年さ見てくれてたスタッフさんたちだったりとかさ、そういう人たちが来てさ、すごく絆というか信頼関係というかさ、もう自分がどういう人だっていうのも分かってもらってるしさ、なんかそういうすごくそういうのって本当に素敵だなって改めて感じた。ファンの人もそうですし、だからなんかちょっと、まあ、言わなかったの私、あのその壮行会の時もしかしたら口を滑らせて言ってしまうかもしれないんだけど、アイオキーバーで言わなかったけど、まあ正直ね、すごい握手会とかオンライン話し会とかでもそうなの、なんかせっかく最近気になって見つけたと思ったらマレーシア行っちゃうんですねみたいな、残念ですみたいな、それでってさ、結局さ押そうと思ったけどマレーシア行っちゃうからじゃあって諦めて他の子ってなるわけじゃん。でまあそういう人たちもすごいたくさんいたの、結構気になった、見つけたって、見つけたばっかだったのにっていう人だったりとか、あとはまあ応援してるけど、まあ、さようならみたいな感じで、なんかまたねバイバイみたいな感じの人もいるし、でもマレーシア行っても引き続き応援するよって言ってくださってる方もいらっしゃるの。マレーシアに行くよって言ってくれてる人もいるし、もう僕は AKB が応援するのはゆりなちゃんが最後かなみたいな、もうゆりなちゃんマレーシア行っちゃったらちょっと AKB は当分もうおたそつかなみたいなって言ってくれる人もすごくいて、まあ、本当に様々なんですよね。私は本当にそこだけがすごく心配で、こうやって10年頑張ってきてファンの人になってくれた人たちがマレーシアに行くからって離れちゃったら、じゃあ日本で10年頑張ってきたファンの人たちがもうほとんどいなくなってさ、じゃあ KLP で1からってなったらさ、え何だったんだろうってなっちゃうじゃん。だからなんかその辺すごく寂しいなと思うし、じゃあもし私が帰ってくるっていう決断をした時にね、まあ例えばじゃあマレーシア何年かやって、じゃあ日本で卒業公演して卒業しますってなった時、帰ってきてじゃあ卒業公演しますってなった、え誰もいないじゃんみたいな、うちのファンの人全然いないじゃんみたいな、卒業公演になんか一緒に出てくれるさ他のメンバーのファンの人たちいっぱいでさ、ちょびんちょびんちょびんでさ、ファンうち自分のファンの人たちってなるとさ、せっかくさ今はね帰ってきてほしいってすごい言ってくれてた自分もそうしたいなって思ってるから、そういう風に思ってるけど、やっぱり原点は AKB だからね。だけどやっぱりまあそんな数年後のあれは分かんないからあれだけどさ、なんか日本にファンの人がいないんだったら戻ってくる必要ないんじゃないってもしかしたらなってしまうし、なんか戻ってもなーみたいな、だったらマレーシアでやってたくさんのファンの人に見送られた方がいいのかなみたいな感じになっちゃった、嫌じゃん。だからそうならないためにも、本当にゴールの見えないきついお願いだとは思うんだが私が戻ってくるまで応援してくれてたら嬉しいし、あっちにいたとしても応援して私の背中を押してくれてたら嬉しいし、そのなんか皆さんのなんだろう、すごいそのなんていうのかな、あれがあったらすごく
嬉しいなって思いますし、だからマレーシアでファンの人もいっぱい作るし、日本のファンの人もたくさんいるしみたいな、なんかすごいそういうのを目指しているので、ぜひ皆さん本当に引き続きゆりなちゃんのことを好きでいてくれたら嬉しいなって本当に思っています。というわけで、なんだかんだめちゃくちゃ配信しちゃったんで、私もう24時じゃん、さっさと寝るわ。ちょっと寝れる時にマジ寝とかんとね。本当に本当に嬉しいぐらい忙しいから、ちょっと寝れる時に寝ときってやつでね、寝れる時に寝ときたいと思います。ちょっと全然まだ SNS 動かしてないけど、ちょっと SNS まだ載せてないわ。あと30分で明日になる。やばい、やります。よし、じゃあちょっとランキングを読みますね。13位マーニャンさん、柱で見え隠れするりなちゃんも可愛かっただね。柱問題。12位近石さん、生態さんの生態見れて最高でしたって、ありがとうございます。11位岡山さん、素敵な生態さんの生活的よかったって、ありがとう。2位タカさん、うちわで驚かんでくださいだって。失礼。9位ニッケさん、生態さんお疲れ様、チェキ取れて奥さん喜んでますだって、あー嬉しい。ニケコさん、メタンコ嬉しかった。8位ワイマツさん、オンデマでも伝わる素敵な生誕祭でしただって、ありがとう嬉しいな。ねえ、司令長さん、生誕祭は仕事できませんでしただって、あら大変だもんねお仕事、ぜひオンデマで見てください、ありがとう。6位シガーさん、今日は生誕祭だけ見て帰るけどまた来るねだって、もう本当に本当にね、こんなにも行き来してる人は見たことないっていうぐらい、こんなにね国際的に飛んでる人は本当にいない、ありがとうございます。5位メトロポリスさん、次はクアラでコールしますかだって、いやぜひぜひクアラルンプールでもゆりなちゃんを聞きたいですね、やっぱりやっぱり聞きたいですよ、もちろんもちろん私がパーティー公演に始まりの、やっぱりそれはもちろん聞かせていただけるんですかって期待して待ってます。4位渡辺さん、3位原太郎さん、生お疲れ様、チキの時可愛くて実は照れただって、生生誕祭ありがとう、はははツンデレですな。ありがとうございます、よかった、実物は可愛かった、よかった、実物ぶちゃいくだったらちょらい。2位秀幸さん、最高に可愛すぎた俺の女神ゆなちゃん大好きだって、ありがとう。そして今日の第1位はザックさんです、今年も劇場でお会いできて嬉しかった、ありがとうだって、こちらこそありがとう。そして秀幸さん、タワーありがとうございます。ザックさん、タワーありがとうございます、イエーイ、ありがとうございます。というわけで今日もいただき本当にありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。というわけで今日も長い時間本当にありがとう、また明日ね、おやすみー。